だからこそ、不安に思ってるあなたというのは、それだけで、素晴らしいというかね、きちんと考えられてるっていうのは、ちょっと分かってほしいと。眼科医の平本です。今日は、手術受けるのが不安だよとか、朝、明日起きたらちゃんと見えてるのか、どうかな、不安だよっていう方いると思うんです。そういう方に向けて、大丈夫だよってことについてお話しようと思います。特にね、手術っていうのが分かりやすい場面かなって思います。手術って、する側、医者側としてみると、毎日同じように、たくさんの手術をしているわけで、それこそ1000とか、そういう感じで、年間手術をしたりするわけですよ。ってなってしまうと、なんていうかな、ちょっと普通の人と感覚がおかしくなっちゃってるわけですよね。人の目に、メスを入れるのが、日常になっちゃってるわけですよ。人間的に普通じゃないですよね。人の目にメス入れるなんて。なんですね。なんですけれども、患者さんにしてみれば、やはり一生に一度自分の目になんかメスが入るというか、なんかこう傷つけられるというか、そういう場面なわけですよ。白内障の手術、簡単だとか、短く終わるとか、そうやって聞くけども、とはいえなかったらどうしようとかやっぱ思うわけですよね。いや、むしろちゃんとそうやって考えてるってことはいいことなんですよ。だって病気の対する手術というのは 100% 安全なことってないんです。どんなに完璧な医者が手術をしても何か起きる可能性っていうのはやっぱゼロではない。私はもう絶対失敗しませんみたいのは、ドラマの中の世界であって、人間であればどんなに完璧な手術をしても予想外のことが起きちゃうことがあり得るわけですよ。ってなってくると、白内障の手術であれ、ものもらいの手術であれ、不安を感じる。もうこれ当然ですよね。まして、緑内障の手術を受けるとか、網膜剥離の手術を受けるとか、何らか大きい手術になってくると、もっと不安になってくるわけですよ。なんでかっていうと、白内障の手術とかの場合はね、手術して間もなく見やすくなってくる。つまり実感として、手術してよかったなって思える。一方で、網膜剥離とか緑内障の手術って、やったら確実にしばらく見づらくなるわけですよ。元よりはね。ってなってくると、もう不安しかないじゃないですか。手術した方の目が見づらくなりましたって考えたら、もうおかしいですよね、普通に考えて。でもそういう手術なんですよ。だからこそ患者さんとしてみれば、これは将来もう落ち着いてくるんだと、納得して治療を受けるとか、はたまた、そのまま悪さが持続するんだけども、一方で将来もっと悪くなるのを防ぐんだってことを、納得して、治療を受けるっていう、非常に特殊なわけですよね。普通、白内障みたいに、やったら良くなるっていうのが当たり前なのに、やったら悪くなる手術をやることがあるわけですよ。全然、腑に落ちないですよね。普通に考えて。いや、僕も、毎日4人手術してるから、そこがね、半分やっぱり、なんていうか、医療者目線に思いっきりなっちゃうわけで、これ普通だよねって思っちゃうわけですよ。でも、よく考えてみると、おかしいもんなんですよ。だって手術しておかしくなる。もちろんね、将来悪くなるのを防ぐ、大切ですよ。大切なんだけど、そんな治療を受けなきゃいけないんで、やっぱり、どうかなって思うところがあるわけですよね。じゃあ、これに対して、どういうふうに考えていって、どうしていければいいのかなっていうと、不安に思ってしまうのは、しょうがないし、それはきっちりと、感じていくのは、ある意味いいことでもあるというかな、だと思います。なぜかというと、不安にあなたが思っているということは、ちゃんと病気に向き合ってるっていうことでもあるんですよ。やっぱり患者さんの中にもいろいろいて、あなたみたいにちゃんと治療前に不安がってくれる人というのは、病気の治療はやっぱり完全じゃないとか、何か起きうるんだってことをきちんと理解している人なんで、いいわけですよ。一方で、手術なんて100%成功するんでしょって思っちゃってる人の方が、危ないわけですよね。なんでかっていうと、100%っていうのは嘘だからですね。100%の手術はないです。どんな手術であれ、何か悪いこと起きる可能性がある。だからこそ、
そういうふうに甘い見積もりで手術を受けて何か起きるとやっぱり焦ってしまったりだとか、まあ、こんなはずじゃなかったってなってしまうんですよね。でこうなるんだったら最初から手術受けなかったみたいに思ってしまうわけですよ。でも本来はそのデメリットやメリットをまあ何ていうかな統合して手術を受けるかどうかって、まあ、決めるべきもんなんですよ。だからこそ、まあ、不安に思ってるあなたというのはそれだけで、まあ、素晴らしいというかな、まあ、きちんと考えられてるっていうのはちょっと分かってほしいと。そして不安に思っているのはでも嫌なことだと思います。嬉しくないですよね。明日手術だよとか来週手術だよってなったら普通に考えて憂鬱ですよね、うん、でそれはそれでやっぱりしょうがないんですよ。だからこそ、まあ、例えば家族だとか周りの人だとか、まあ、はたまた、まあ、月に1回ね YouTube ライブっていうのをしてるから、まあ、そういう場で、まあ、不安ですとか、そういうのを投げかけていただけるといいかなって思います。すると、まあ、大丈夫だよとか、まあ、頑張ってとか、まあ、そういうのを非常にこうポジティブな言葉を、まあ、家族だったり周りの人とか YouTube ライブの仲間は投げかけてくれやすいかなと。そうするとやっぱこう奮い立たせることができるじゃないですか。一方で医者に言うと、まあ、そうでもない言葉が返ってくるわけですよね。例えば不安です、大丈夫でしょうか。大丈夫とは絶対限らなくて何パーセントかこういうこともあるんですよっていうふうに余計不安になるようなことを医者は言ってくるんですよ。なんでかっていうとその大丈夫だよと言ってほしいあなたの気持ちはわかるんだけども、それに 100% 安全ですみたいな誤解させるようなことを言ってしまうのはさすがにそれは騙して手術するようなことになってしまうので、まあまり正しくないことじゃないですか。だからこそなんかこう不安を言ってるのにもっと不安なことで返されちゃったりするので、医者に言うときはあんまり思ったようなリアクションが返ってこないことも念頭に置いていただけるといいかなと思います。本当はねあなたとしては手術をする医者に大丈夫です 100% 安全です、任してくださいと言ってほしいと思うんだけど、そういうことを言う医者の方がむしろ信頼できないというかな、怪しいと思っていただいた方がいいんですね。まあ現実そんなもんですね。はたまた明日朝起きた時、今日と同じように見えてるのかなっていう思うぐらい、例えば緑内障とか、まあ、他の病気とか色素変性症とか黄斑変性症とか悪い人、まあいると思います。今日は確かに見えてると、まあね、一昨日も見えてたと。だからこそ明日も大丈夫かっていうと、まあ、そうとも限らないなって思うぐらい、まあ、悪い人もいるわけですよね。で実際まあ、病気もちょっと進んでるとか、まあ、言われてたりすると、とってもやっぱそれも不安だとは思います。で大丈夫ですよと、まあ、やっぱり言いたいけれども、まあ、そこが難しいところで、あなたの状態をね今私見てるわけじゃないからわからないんだけれども、でもそうやって、まあ、心配していろいろ考えてるってことは絶対他の人よりもいい状態を保てると思います。なぜかというと、まあ、散々今までもいろいろな動画でお話してるけど、一生懸命その病気について知ったりだとか、まあ、勉強したりだとか、前向きな人の方が、まあ、そうでない人と比較してやっぱり結果がいいっていうのは、まあ、明らかな事実としてあるわけですよ。だからこそあなたがそうやって明日を心配するっていうのは、まあ、真っ当な考え方であるし、そしてあなたの目を一生保つためにはある程度必要なことでもあるわけなんですよね。まあ、嫌だと思うけど。だけれども、そうやって毎日自分の病気、自分の目と真剣に向き合うからこそ、あなたは今見えて過ごせていると思いますんで、まあ、心配しすぎるなと言われても難しいとは思います。難しいとは思うんだけども、まあちょっとその気持ちをやっぱりさっきと同じように周りの人とか、はたまた、ね、YouTube ライブだとか、ちょっとした時に、吐き出していただけるとちょっといいかなと思います。まあ、こんな感じで、まあね、完全な励ましとしてはちょっと弱いのかもしれないけども、まあ、ちょっとでも皆さんの参考になればと思って、まあ、こういうこともアップしていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いします。